暇中。何のご用ですか、所長。書類整理なら面倒でもご自分でなさってください。なんでちゅか。所長、またリニアちゃんに何かしたんでちゅか。所長もいい大人なんでちゅから、いい加減やめてくださいよ。所長にとっても気を使ってくれてるのは気づいてましたよ。え？腕のことは知ってましたが、そんなにまで悪いとは知らなかったでちゅ。なんだかいつもの所長らしくないセリフでちゅね。メンテナンスルームには、どうしてでちゅか。そう言われてみればそうでちゅね。それで私を友人ピクシーズでちゅか。待ってください。所長のお友達を使う前に私に任せてください。いい考えがありまちゅ。いいでちゅから、所長は心配なさらずに書類でも整理していてください。それでは私はこれで失礼しまちゅ。リニアちゃんのパーツの件なのでちゅが、
情報だとは思いますよ。なんとか本社の流通部門、在庫管理部に掛け合うことができました。一応話はついたのですが、いえ所長が思われている一応とはちょっとニュアンスが違いますよ。いくつかの部品は島に納品できるらしいのでちゅが、そうでちゅね、本社の在庫管理部のものもそこまで古いパーツは完全に把握していないようでちて、わかるものに関してはすぐに在庫が見つかったのでちゅが、多数にわたり在庫管理ができてないものがあるらしくて、あったとしても値段的にかなり高価なものになるらしく、ちょっとわからないような感じでした。そうでちゅね、リニアちゃんの作られた年代からしてもあの時の部品は探し出す方が不可能に近いでちゅ。それにあったとしてもものすごく希少でちゅからね。なんとかリニアちゃんを完全に治してあげたいのは所長と同じ気持ちなのですが、リニアちゃんほど古い機体になるとやはりいろんな部分で部品の調達が難しくなるようで、所長いくらなんでもそれは考えすぎではないでしょうか。でちから明日私が本部に出向いてちゃんとこの目で確認してきまちゅ。はいでちゅ、違っていたらその場で話をつけてきまちゅから。いえいえそんなことはないでちゅよ。それに所長が行くことになるといろいろと問題がありまちゅから。そういう意味じゃないのでちゅけれど、本社の方では所長を、いえナーサリークライムとしての神崎貴博を心よく思っていない人間もいるということでちゅ。その何か本社の方で不穏な動きがあるらしいという話を聞きましたので、それは私にもよくわかりませんが、所長は私のことを信じてないんですか？
所長。ピクシーズでちゅか。所長、それはやめておいた方がいいと思いまちゅ。本社はおそらく所長の行動をある程度把握していると思われまちゅ。元ピクシーズのメンバーにも監視はついていると思われまちゅ。今の状況でピクシーズのメンバーを動かすのは危険でちゅ。その行為自体を本社は狙っていると私は思うのでちゅが、もしこれが飯島の所長を陥れる罠だとしたら、飯島が送ってきたリニアちゃんの体を使わなかったことも本社の方に疑問を与えると思いまちゅ。それに本社の上の人間は神崎貴弘という人間を知り尽くしていまちゅからね。でちゅからこういう事態になったら逃げてください。